意地でも意地でも釣ってる。行こうか。フィリピンの力見せてやるぜ。まあ先ほどと同様になるんだけどもはい、知り合いからいただいたフィリピンのお土産フィリピンのエギ、これを使ってタコが釣れるか頑張ってみましょう。さっきよりも風が増してる感がある。ボラっぽいのがいる。タコならいいのだが。タコではない。タコではない。たこ焼きのライオンホール見に来ました。おーい。辛い戦いが待ってますよ今。まだ始めたばかり。なのにこの体の重さ。どういうこと？ここはあれ始まってないのかな。いないもんな。いなくなっちゃったもんな。タコおじたちが。あ、来てる。いたいた。よっしゃー。あーあー、離した。なんでなの。なんで離したの。見えてたのに。フィリピンのエギのカンナはダメなのか。ダメなのか。まだ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 。せっかく追っかけてくるところまで見えたのに。得ることが分かったからな。まあまあまあだね、確かに。今年はタコの当たり年らしいな。そうなの。来てる来てる。だいた。オッケー、釣れる。フィリピンのエギでも釣れる。やったー。フィリピンありがとう。フィリピン痛い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 。ありがとうフィリピン。今度こそ今度こそフィリピンでも釣れる。いいな。いい方だ。これはたこ焼きになり得る。交流できた。シガヤ。シガヤ。釣れるの。釣るとこ元気やった。やった。やった、長かった今日。今夜はたこ焼きだ。手乗りたこ。まだまだ釣るぞ。よしよし。猫ちゃん。あ、猫ちゃん。猫ちゃんかわいい。あ、だね。やったー。猫ちゃんもいい笑顔。よし、まだまだ。フィリピンの力はこんなもんじゃないぜ。よし。めっちゃやる気でとるだめ。今日の午前中があまりにも辛かったからね。くじけるぐらい辛かったからな。むしろ寝ちゃったからな。来てる。大体、フィリピンすごい。フィリピンすごい。フィリピンエギすごい。来たー。やったー。フィリピンすごい。フィリピンすごい。やった。まあいいや、逃がしても逃がしてもいいや。これは猫ちゃんもほっこり。フィリピン最強。祭りだ祭りだ。よっしゃ。
猫ちゃんもいい笑顔逆さだけど、よっしゃまだまだフィリピンの力はこんなもんじゃないぜ。やっぱこの時間だよね、あれから2時間3時間経った時のここ、この時間帯がタコの捕食時間か移動時間なんだろうね。全てこの時間だもんね。だから諦めてはいけないよおじたちが帰ったからといって諦めてはいけない。毎日来たら怒られちゃった先ほどのように乱獲と言われてしまうから、場所を変えてねちょこちょこやるのはありかな。いやー、お土産としてくれたこのエギ、ほんと助かったわ。こいつがないと今日くじけてたありがとうフィリピンのお土産っていうか、あのフィリピンのお土産でエギを買ってくるっていうセンス良くないすごいセンスよ。超嬉しかったね、このお土産は。ハイセンス。そのお土産で釣ったタコあげよう。多分あの一緒にイザリに取り行った人だからいらねえって多分言う。は？俺いっぺんあるし。いらないんだな。言われそう。お土産ありがとう終了かなタコの移動タイムほんのひとときだからね、やつらの移動する時間。ありがとねありがとう社長さんしに行ったわけじゃないからね。来た来てるよ。うわーしまった、早かった早かった、おもらししちゃった、おもらししまった、おもらししちゃった。こら見えないんです水中の様子が。早すぎたんだ、おもらしさせてやがる。おもらしLOL のおもらしフラッシュのようにやってもうた。おもらし合わせ来た。 あら早かった、早かったもう一回来たんだけどしまったおもらししちゃった、もう一回2連続おもらし。なんでワード刺さないのすいませんえ、だってお金足りないんだもん。ビーフソード買ったらお金足りないんだよね。同じやつだね、同じやつ。でももう炭入っちゃったからもうやつは来ないかな。いやこれがねこれが風がなくって波が穏やかで目視できる状況下であればもうおもらしなんてしませんよ。おもらしわけね、ないないこの状況下ちょっとおもらしは許してほしいな。つかこれ追っかけてくるっていうのさえ見えるのもあれだよ、俺すごいと思うんだけどよく見えてるなと自分でも思うよ。まあ2匹ぐらいがちょうどいいのかな。タコ釣れたか。タコ2匹釣れた。フィリピン最高フィリピンのお土産最強っす知り合いがお土産でくれたフィリピンのエギこれでやってる。10月11月の12月、この3ヶ月がタコのシーズン。よし、じゃあ終わりにしましょう。ちょっと無理だもん潮が満ちてきた。いや、よかったでもお土産のエギで釣ることができて本当によかったっす。よし、じゃあ帰ろっかフィリピンのエギくれた人ありがとういいお土産ありがとう。よし、帰ろ。違う、ボンネットの支えている支柱というのかなが折れてる。あとパンチ一発でもげるよ、見る？君たち見る？もう折れるよ、あとポッキリいくよ、あと少しで。整備工場で乱暴にされちゃったか。ここなんか言ってたんだよな、ボンネットを支えるなんとかかんとかがみたいなこと言ってたけど、これのことか。これは
どうする？これはどうする？これは僕どんな顔すればいいの？え、どうやったらこうなるの？返事だけ交換できそうだよね。そうだね、ここだけこれ取れるもんね。ここの部品交換が必要になっちゃうのかな。今俺にできることは何かあるかな。これこれをグッと押し込んでやればいいものなのか。とりあえず記念写真でも撮ろっか。アヘ顔ダブルピース。ちょうどそこにあるっていうね。不幸中の幸い的な。